こんにちは、なにわ金太郎チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。アシスタントのすみれです。本日もどうぞよろしくお願いします。今回のお話はブラボー、日本一のおしどり夫婦、人生の約束、宇崎竜童さん陽子さん夫婦のパートナーシップ、夫婦で一緒に死ねたらいいね、こんなお話をさせていただきます。どうぞ最後までお付き合いください。またチャンネル登録や皆様のご意見などもよろしくお願いします。作詞家、作曲家としても絶妙なパートナーシップを築かれたおしどり夫婦、宇崎さんは奥様の陽子さんに、もう50年も前だし忘れちゃったよ、だいたい付き合ってくださいと言った覚えもないし、まさに歌詞ではないけれど、知らず知らずのうちにね、気がついたら一緒に住んでたのよね。ギターと紙と鉛筆とテープレコーダーだけで曲をいっぱい書いたな。部屋がそんなに広くないから、私は近くの喫茶店で詩を書いて、山口百恵さんへの横須賀ストーリーはそこで生まれたのよね。コロナの自粛期間はかつてなく一緒にいたね。喧嘩も一度もしなかったし、それどころかありがとうを何度言ったかわからないな。自分の好きな空間で好きな人がいて好きな仕事をやっているんだから文句はないよ。宇崎さんご夫婦にはこんな会話がありました。夫婦は家族であり、一方で一番近い他人でもある。長らく関係性を続けていくには二人にしかわからない努力もしてきているはず。でも外から見ても素敵だなと思うおしどり夫婦の間に必ずあるものは、お互いへの尊敬と感謝です。見失わない工夫と、夫婦で一緒に死ねたら良いね、そんな会話を教えてもらいました。宇崎竜童、愛妻亜希陽子と約束した人生の最後、一緒に死ねたらいいね。かっこいい死に方とは一番重要なことだと金太郎は思います。死に方の上手な人は生き方も上手な人でしょう。しかし生き方にはあまりにたくさんのバリエーションがありますが、死に方にはなぜか同じような収束感を感じます。宇崎竜童さんはどんな人生の最後を考えているのでしょうか。考えたくない、すごく難しいことですね。現代日本人の健康寿命と平均寿命は男性79歳、女性89歳と言われています。やはり女性は長生きするようですね。いつか死ぬと分かっていても、やっぱり死は怖いですね。自分で死に方を決められたら、ぽっくり死にたいと望む人は多いでしょう。皆さんは理想の死に方はどのように考えていますか？苦しみたくない、家族に迷惑かけたくない、綺麗に死にたい、このように誰もが思うことですね。柄本佑さん主演の映画痛くない死に方、死についての映画を宇崎竜童さんが出演しました。そんな宇崎竜童さんは京都府出身、1946年2月23日生まれ。73年ダウンタウンブギウギバンドでデビューされ、港の陽子、横浜横須賀が大ヒットしました。奥様の作詞家亜希陽子さんとのコンビで、山口百恵さんなど数多くのアーティストに楽曲を提供しました。亜希陽子さんは日本の作詞家、女優、小説家、エッセイスト、本名は木村博子さん。明治大学文学部卒業、夫は宇崎竜童さん。2006年11月3日紫綬褒章を受章。宇崎竜童さんは自宅では奥様のことをヒロちゃんと呼ぶそうです。ここから2021年2月号著者平辻哲也様の記事から引用させていただきました。ミュージシャンの宇崎竜童さんが榎本佑さん主演の映画痛くない死に方、在宅医療のスペシャリストで尼崎市で在宅医として活躍する長尾和弘さんのベストセラーをモチーフにした在宅医と患者と家族の物語、末期の肝臓がん患者役を演じた宇崎竜童さんが望む理想の死に方、葬儀とは。宇崎竜童さんといえば、妻で作詞家エッセイストの亜希陽子さんとのおしどり夫婦ぶりが有名ですね。劇中では大谷さんとの息の合った演技を見せていました。初めてだったけども、大谷さんはすごく気を使ってくれて、自分から距離を縮めてくれる。
控え室でもいろんな話をしてくれるので家族のような感じになれた。本当はセリフを練習しておきたいんだけどなって時もあったんだけど、話が面白いんだよね。在宅医療、週末医療についてはどんなことを感じているか。在宅医の存在は脚本を読むまで知らなかった。自分の親も自宅で亡くなったけど、義理の父、母は病院、友達、同級生、バンドメンバーはほとんどが病院で亡くなっている。いっぱい管がつけられて痛がっていたし、苦しそうだったし、本人が意識ないのに生かしていて意味があるのかなと思っていましたね。今でもちゃんと家で死のうと思えば死ねるんだと分かったので、俺は家で死にたいなと思いましたね。人生の最後語るエレキサウンドをかき鳴らせる葬儀場を本気で探しています。大変だったのは死んでからのシーンだという。脈を取って五輪中ですという。その間ずっと息をせずにいるんだけども長くてね。次の日は死に顔のアップから、瞳を動かすとまぶたの上からでもわかるからじっとしないといけないんです。ところがあの時不覚にも大人の百日咳にかかっていたんです。監督もちょうど同じ病気にかかっていて、俺も監督もカメラが回ったら咳をしないように我慢。死に顔はドアップだったので1ミリも動かしちゃいけない。死に顔だけは大変でしたね。撮影時は共演者だけでなくスタッフにも囲まれ、あんなにたくさんの人たちに認められて臨終というのはいいなと思いました。映画初主演作曽根崎心中以来、何度も死ぬ役は演じてきましたが、自身の役の葬式シーンがあったのは初めて。大体の役は死んでいますねと笑います。今はコロナ禍で家族でうちうちで密葬みたいになっていますけど、それだけはしたくない。前から賑やかな葬儀がいいねと話しています。映画では労働歌を歌いながら仲間たちが棺桶を担いでくれるけど、僕は今まで関わったメンバー、音楽仲間たちがそれぞれのジャンルの音楽で葬式をやってくれたら。だから仲間が先に死んじゃうとまずいんだよね。それが今の一番の心配事ですよ。エレキサウンドをかき鳴らせる葬儀場を本気で探しています。青山斎場は大丈夫みたいですけどと笑いました。アキトは5年前から週末医療の話もするようになりましたよ。一緒に死ねたらいいね、一生一緒にいようねと。ただ思っていた以上に長生きしてしまっていたので、最近妻は先に死なないでちゃんと私を見送ってね、それが夫の愛情というものじゃないでしょうかって脅迫的なことを言っていますよと笑います。だからちゃんと健康には留意してほしい。バランスのいい食事は私が作りますから、陰でこそこそ甘いものを食べたり、寝る前にベッドでジャンクフードを食べないようにってよく叱られるんですよ。菜食主義じゃないけど8割は野菜です。俺が健康でいるのは妻ひろちゃんの食事のおかげなんです。私は酒は飲まないから甘いものに行っちゃうんだよね。もう一つの健康の秘訣はストレッチ体操だと話しました。まだまだご夫婦健康でいつまでも素晴らしい歌を。以前は最後に坂本九さんの曲を抜くような曲を作るって言っていましたよね。頑張ってください。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また良ければチャンネル登録もお願いします。